皆さんこんにちは。今日は2022年8月20日土曜日でございます。私が今乗ってるのは山陽新幹線、そして間もなく列車はね、岡山駅に到着するところ。今回は岡山駅から伯備線特急、特急やくも号に乗っていくんですかね。今回は国鉄特急色にリバイバル塗装された特急やくも号に乗っていきたいと思います。というのも今年2022年っていうのはね、特急やくも号がね、伯備線で運転されるようになってからね、50周年を迎えるんですよ。そして特急やくも号っていうのはね、現在でもね、国鉄特急型車両サンパー1系による運転なんですがね、今回は50周年ってことでね、そのうちの1編成がね、国鉄色にリバイバル塗装されたんですね。現在日本に国鉄特急色の列車っていうのは2つ走っていてね、1つがね、今回乗車する特急やくも号、そしてもう1つがね、JR 東日本の6号3系。これもともとは常磐線特急として走っていたんですがね、常磐線特急から撤退後はね、これね、波動用として走ってる車両なんですがね、そのうちの1編成がね、これ国鉄色になってるんですがね、しかしね、6号3系っていうのはね、JR になってから作られた車両。それに対して今回乗車するサンパー1系っていうのはね、さっきも言ったように国鉄型車両ですからね、こっちの方がね、味が出てるものだと思われます。では今回はそんな特急やくも号に乗っていきたいと思います。ではね、皆さんよろしくお願いします。そして下にはね、大量のオレンジ色の気動車が止まってるのがわかるかと思います。これが見えたら岡山駅到着の合図。そして列車は岡山駅に到着。では私はね、降りていきたいと思います。そして列車は岡山駅に到着。そしてちょうど向こう側にね、これハローキティ新幹線って言いましたっけ？これキティちゃんの塗装がされた500系が止まっていました。そして私はね、特急やくも号が発車するホームへとやってきました。そしてね、国鉄色のサンパー1系っていうのはね、もう来てましたね。今回私が乗車するのはね、特急やくも9号出雲市駅です。今回私が乗車するのは自由席。これ自由席だとね、特急券に列車名が記載されないんでね、これ指定席の方が良かったかなとも思ったんですがね、これ結果論にはなるんですがね、これね、検察の時に車掌さんが押してくれたハンコはね、なかなかに記念になるものだったんでね、まあこれ良かったですね。そのハンコっていうのは後でお見せしたいと思います。まあではもう発車時刻だったんでね、私は早速乗っていきたいと思います。そして私は早速乗車。で、これ自由席なんでね、席はどこでもいいんですかね。まあ、ここにしようかなと思います。そして列車はドアを閉めてね、岡山駅を発車いたします。そして列車は岡山駅を発車。そして今回これ動き出す時にね、結構これガコンって揺れたんですよ。これもね、古い車両ならではなのかなと思います。まあでは今回はね、この列車に乗ってね、終点の出雲市まで乗り通していきたいと思います。そしてこの特急やくも号っていうのはね、さっきからね、伯備線、伯備線って言っていてね、確かにね、伯備線のイメージが強いんですがね、これね、伯備線だけを通るってわけではなくね、次の停車駅である倉敷までは山陽本線。そして倉敷からは伯備線を進んでいくんですがね、さらにその先、この列車は通過するんですがね、法規大線って駅からはね、山陰本線を走っていきます。お、そして向こう。これこの先高知へと向かう特急南風と同時発車。しかも向こうは JR 四国名物のアンパンマン列車でしたね。これ国鉄色やくもとアンパンマン列車の同時発車ってなかなかにすごいと思うんですがね。これ国鉄色やくももアンパンマン列車っていうのも走る時間が決まってるんでね。この時間に岡山駅に行ったら高確率で見ることができます。まあではここで車内チャイムをお聞かせしたいと思います。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急やくも9号出雲市行きです。列車は前寄りからグリーン車1号車指定席2号車3号車自由席4号車5号車指定席6号車の順で6両の運転です。お手洗い洗面所は1号車2号車4号車6号車のデッキにあります。女性専用トイレ4号車後寄りにあります。車内移動されます際お足元ご注意ください。車内販売は終点の出雲市までありません。また車内は全車禁煙ですので大変恐れ入りますが電池でのタバコもご利用ください。止まります駅と到着時間ご案内します。次は倉敷です。11時16分備中流し11時39分新見12時7分、長山12時40分、与那号13時16分、安木13時25分、松江13時40分、玉造温泉18時47分、新地13時55分、終点出雲市は14時12分の
到着予定です。車掌 JR 西日本の和田です。終点出雲市までご案内いたします。次は倉敷に停まります。いやーどうですかね。これ皆さんね、車内チャイムがね、これ鉄道唱歌のオルゴールだったのね、こうわかりましたか？これちょっとね、こう聞こえにくかったかもしれませんがね、まあこの後もお聞かせすることになるんでね、まあ良ければその時に聞いてくださいって感じなんですかね。特急ヤクモ号っていうのはね、昔はね、すべての列車でね、鉄道唱歌のオルゴールをね、車内チャイムとして使っていたんですよ。しかしこれは確か10年ぐらい前だったと思いますがね、特急ヤクモ号で使われているサンパー 1K っていうのはね、大規模なリニューアル工事っていうのを起きね、その時に車内チャイムっていうのはね、見知らぬ国からっていう曲になったんですね。しかし今回はね、リバイバル列車ってことでね、車内チャイムっていうのもね、鉄道唱歌のオルゴールっていうのがね、復活しています。そしてまあこんな感じにいろいろ説明してきたんですがね、列車っていうのはね、かなりの速度で飛ばしています。そして列車は一つ目の停車駅倉敷に到着いたします。そしてこの倉敷駅からはね、水島臨海鉄道っていうね、臨海鉄道が分岐しています。で、臨海鉄道っていうのはね、貨物輸送専用のことが多いんですよね。この水島臨海鉄道っていうのはね、非常に珍しくね、旅客輸送っていうのも行ってるんですね。そして列車は倉敷駅を発車。そしてこの倉敷より先はね、ついにね、山陽本線を分かれね、伯備線へと入っていきます。そしてこの伯備線で本州を横断。今はこれ太平洋側にいるんですがね、これね、この後はね、日本海側へと行くこととなります。そしてここで列車は山陽本線とは分かれね、伯備線へと入っていきます。そして今回はね、それなりの音量でね、鉄道唱歌が流れましたね。いやでもこれなかなかいいですよね。一昔前まではこの車内チャイムっていうのは日本全国至るところで聞くことができましたがね、現在この車内チャイムを聞ける列車っていうのはね、日本全国で見ても非常に限られてますからね。そしてさっきの倉敷はかなり大きな街だったんですがね、今どんどん郊外に出てってるのがわかるかと思います。伯備線っていうのはこの後は険しい山越えの区間となります。だからここを抜けたらね、次こういう景色を見れるのはね、もう日本海側に出た後となります。そしてあれからしばらく来たんですがね、ここで伯備線っていうのはね、山陽新幹線の下をくぐります。これちょうどタイミングよく新幹線が来たらよかったんですがね、残念ながらそういうことっていうのはありませんでした。そして今横に見える川っていうのはね、高橋川。この先しばらく伯備線っていうのはね、高橋川に沿って走ることとなります。そして列車は今カーブを通過してるんですがね、これわかりますかね。車体がね、これかなり斜めってるんですよ。では今からこのサンパー 1K とは切っても切り離せない自然振り子装置についてお話ししようと思います。で、その前にそもそも振り子装置とは何なのかってことについてお話ししようと思うんですがね、振り子装置っていうのはね、カーブに差し掛かった時にね、車体を傾けることでね、これ高速でカーブを通過できるっていうね、そういう仕組みなんですよ。で、この振り子装置には2つの種類があってね、1つは制御式振り子装置、そしてもう1つがね、このサンパー 1Kにも搭載されている自然振り子装置です。で、これ制御式振り子装置っていうのはね、機械的に車体を傾斜させるのに対しね、自然振り子装置っていうのはね、まるで本物の振り子のようにね、カーブに差し掛かったらね、これ勝手に車体が傾斜するようになってるんですよ。で、この振り子装置なんですがね、これ制御式振り子装置にはそういうことはないんですがね、これ自然振り子装置だとね、揺れ遅れやね、振り戻しといったね、自然慣性じゃ起きない不自然なローリング運動っていうのが起きるんですよ。そのためこのサンパー 1K っていうのはね、非常に乗り物酔いしやすい列車としてね、こう有名なんですね。で、これさっきもちょろっと言ったんですがね、この特急ヤクモ号に使われるサンパー 1K っていうのはね、数年前にね、リニューアル工事っていうのがなされたんですよ。そしてリニューアル工事をしたことで昔よりも快適になったってことでね、 JR 西日本はね、ゆったりヤクモっていう愛称をつけたんですがね、鉄道マニアがそれをもじってね、ぐったりハクモっていう不名誉な呼び名がついてしまったんですね。またこのサンパー 1K は2015年までね、大阪と和歌山を結ぶ特急黒潮としても使われていたんですがね、その時もね、同じような理由でね、黒潮ならぬ下呂潮っていうね、これまた不名誉な呼び名っていうのをつけられてしまったんですね。とまあこんな感じにね、サンパー 1K イコール酔いやすいとかね、サンパー 1K イコール振り子などね、それぐらいね、この振り子装置っていうのはね、サンパー 1K と縁の深いものなんですね。私もサンパー 1K にはね、小さい時にね、黒潮で乗せてもらったことがあるんですがね、その時は乗った区間が新大阪から和歌山までとね、そんなにカーブが多い区間ではなかったんで酔うってこともありませんでしたがね、今回に関しては私はなんとか酔うってことはありませんでしたがね、人によっては酔ってしまいそうだなって、そんな感じでしたからね。ぐったり吐くもって
ていうのもあながち間違いではないのかなと思いました。おー、そしてすごい車体が傾いてますがね、これさっきまでっていうのはね、お家なんかも比較的たくさんある都会的な区間でしたがね、いよいよねこれから山越えの区間となっていきます。そして山越えの区間ではね、当然カーブも多くなるんでね、今まで以上にね要危険性っていうのも上がると思います。そして隣を流れているのはさっきと同じ高橋川、これなかなかに綺麗な景色ですよね。おー、そしてすごい、またねすごいこれ車体が傾いてますね。これね動画で見てもね、車体が傾いてるのがわかるかと思います。この振り子装置っていうのはね、ハクビ線特急にね確変をもたらしたんですよ。っていうのもこの 3%1系が導入される前っていうのはね、当然振り子装置なんてついてない機動車特急による運転だったんですがね、この 3%1系が導入されたことによってね、使用時間っていうのがね30分近く短縮されたんですよ。これは非常にすごいことだったんですがね、しかしねその反面いらないお土産としてついてきてしまったのがね、酔いやすいってことなんですね。いやでもほんとこれジェットコースターみたいですよね。これ乗り物酔いしにくい人はね結構楽しいと思うんですがね、これ乗り物酔いしやすい人はね結構気をつけた方がいいと思います。いやでもほんとね、これ乗り物酔いしにくい人にはねすごいおすすめできる路線ですよ。いやでもほんとこれすごい傾いてますよね。動画でも傾いてるのがわかるってね、これなかなかだと思います。いやーそれにしてもなかなかに綺麗な景色ですよね。今回乗ってみてね、この後の区間でもね景色がいい区間っていうのはあったんですがね、特にねこの倉敷備中高橋間っていうのがね景色がいいように感じました。そして今速度計のアプリでね速度を測ってみたらね90キロ弱ぐらいでした。これ結構山が険しいところ今走ってるんですがね、こんなに速度が出せるのはね振り子装置のおかげ。さっきも言ったようにこの 3%1系の振り子装置ってね、散々鉄道マニアからいじられてますがね、これなかなかに素晴らしい機能なんですよね。ただ酔いやすいっていうのはね、この自然振り子装置の宿命なわけです。ただ特急ヤクモ号っていうのはね2024年からね新型車両を導入する予定なんですよ。そして新型車両には言わない制御式振り子装置が導入される予定なんでね、特急ヤクモ号で酔うっていう体験をできるのはねあと数年なんですよね。まあその新型車両っていうのはね、おそらくこの 3%1系よりも快適性っていうのは格段に上がるんでね、普通のお客さんからしたらね新しく導入される車両の方がいいと思うんですがね、鉄道マニアっていうのはね古い車両の方が好きなんでね、鉄道マニアとしては 3%1系が引退してしまうのはね少し残念ですね。そして今塩さんの建設が来たんですがね、これなかなかに素晴らしいハンコを押してもらいましたよ。というのはこちら、これ国鉄色の 3%1系の絵柄、そして下にはハクビ線電化40周年と書いています。この 3%1系っていうのはね、ハクビ線が電化された時からね、この特急ヤクモ号として走ってるんですね。いやでもこれなかなかに気になる犯行ですよね。これは動画の最初の方でもちょろっと言ったんですがね、これね、指定席今回取んなかったんですよ。で、指定席だったらね、特急ヤクモ9号ってね、これ列車名が表記されるんでね、まあこれ乗った思い出とかになるんですがね、これね、自由席の特急券だとね、これ列車名っていうのが表記されないんでね、まあこれちょっとね思い出の切符とかにはねこうなりにくいのかなと思いましたがね、でもね指定席だったらね逆にこの犯行っていうのは押されないんでね、だから今回に関してはね自由席で良かった気もします。そして鉄道消火のオルゴールが鳴ってね、まもなく列車はね備中高橋駅に到着いたします。今向こうに街が見えましたがね、あの街がね高橋の街ですね。この白尾線沿線っていうのはね基本的には山深いところばかりなんですがね、ところどころに街があってね、特急っていうのはねその街に泊まっていくってね、そんな感じなんですね。そして列車は高橋の街に入ってきました。この高橋の街もね観光地としてね割と有名だったはずです。そして列車は備中高橋駅に到着。特急ヤクモだけではなくね、寝台特急、サンライズ、出雲なんかも停車する大きな駅です。そして列車は備中高橋駅を発車。次の停車駅は新見です。そして列車は小さな駅を通過しているところなんですがね、私はここでね、デッキに出てきました。では今からね、デッキの紹介っていうのをしたいと思います。まずはドアなんですがね、ドアっていうのはね、国鉄型車両らしいね、味のあるドアですね。そして今回思ったのがね、この 3%1系のデッキにはね、やけに手すりがあるような気がしたんですよ。まあ、ここにもこの感じあってね、まあ、これね、他の特急型車両にもあるかもしれませんがね、なんかね、これ多い気がしたんですよね。これっていうのは振り子装置で列車が結構揺れるんでね、手すりがあったってそういうことかもしれません。間違うかもしれませんがね。そして今回これ面白いなと思ったのがね、この 3%1系のデッキにはね、こういう謎のスペースっていうのがあったんですよ。これはあくまで予想なんですがね、ここっていうのはね、もともと喫煙室だったところなんじゃないですか。これ今はね、なんかパンフレットみたいなのが入ってますがね、雰囲気的にね、なんかもともと喫煙室だったところな気がします。これ今はね、列車の中でタバコっていうのはね、なかなか吸えない
なくなってますがね、昔はね、普通に列車内でもね、タバコが吸えたみたいですからね。現在はこの特急ヤクモの中でタバコを吸うことっていうのはもうできないんですがね、あれはね、多分もともとはね、喫煙室だったところな気がします。そして車内っていうのはこんな感じ。これもともとはもっと古い感じだったんですがね、車内っていうのもリニューアル工事がなされた際に綺麗になったんですね。だから車内に関してはね、あまり国鉄型車両って感じはいたしません。それから足元、これ座席と通路の間に段差があるのがわかると思いますがね、これっていうのはね、振り子装置が関係してるみたいです。いや、それにしてもね、ほんとこれね、車内移動するのが大変。すごい列車が揺れますからね。だから皆さんもね、トイレとか行ったりするのにね、車内を歩かれることがあるかもしれませんがね、その時はね、ほんと気をつけてください。すごい揺れますからね。そして私はまた別のデッキに来たんですがね、お、すごい。これね、外なんですかね、こちら。これなかなか景色いいですよね。この川の名前とかはね、ちょっとわかんないんですがね、なかなかに綺麗な景色でした。まあではデッキの紹介に戻るんですがね、まずは洗面の紹介。でまあ洗面台は普通なんですがね、面白いのは下。これですね。これ何かっていうとね、これはね、エチケット袋なんですよ。この列車はね、あまりにも酔う人が多いってことでね、万一リバースしそうになった時のためにね、JR 西日本はね、エチケット袋を置いといてくれてるんですね。いやでも皆さんね、こうエチケット袋が設置されてる列車なんてね、こう見たことあります？ないですよね。だからこういうところからもね、このサンパー 1K がね、いかに酔いやすい列車かっていうのがね、分かってもらえるかと思います。実際今動画を撮っててもね、歩くのが大変なぐらい列車っていうのは揺れてますからね。さっきから手ぶれがひどいのはそういうことです。そして車窓にはまた川が見えてきたんですがね、これね、川の流れっていうのをね、皆さん注目してみてください。今ね、この川っていうのはね、この列車がやってきた方向、要は太平洋側に向かって流れてるんですがね、ここからもう少し行ったらね、川っていうのはね、また別の川にはなるんですがね、川が流れていく方向っていうのがね、この列車が進んでいく方向、つまり日本海側に流れていくようになるんですよ。これっていうのは本州を横断するからこそ見られる面白い光景だと思います。ということで皆さん楽しみにしておいてください。そして列車はどっかの駅に到着。この列車の次の停車駅っていうのは新見なんですがね、これね、対向のヤクモ号との行き違いのためね、運転停止をしたというわけです。伯備線っていうのはね、どこからか忘れたんですがね、一部区間は単線となってるんでね、このような行き違いっていうのも必要なわけです。いや、そしてすごい、これ電波一本しか立ってないよ。随分と山深いところを走ってるんでね、電波っていうのもね、ほとんど飛んできていません。また現在の特急ヤクモにはね、フリー Wi-Fi とかもないはずですからね。今通信機器を使うのはね、なかなかに大変でしょう。まあでは今から座席の設備についてご紹介したいと思います。まずね、これ座席の背面テーブルからなんですがね、まあこれね、普通にね、よくあるようなね、背面テーブルとなっています。そしてサンパー 1K の座席にはね、背面テーブルに加え小さいテーブルっていうのもあるんですがね、これ面白いのが両方出すことっていうのはできないんですよ。だからどっちか片方しか使うことはできません。そして小さい方を使う人っていうのはね、あまり多くないんじゃないですかね。小さい方のテーブルっていうのはね、まあ飲み物が置けるぐらい。まあこれね、弁当とかもね、すごい小さいやつだったら置けるかもしれませんがね、まあでもね、あえて小さい方を使う人っていうのはね、あまりいないでしょうね。そして前にはね、物を挟んだりするところ、そして背面テーブルの飲み物を置くところなんですがね、ここっていうのは少し深くなっていてね、ペットボトルがすっぽりはまるようになってるんですよ。これっていうのはこの列車は振り子装置の影響で他の列車よりも揺れるんでね、その振動でね、ペットボトルが落ちたりしないようにってね、そういうことなんでしょうね。そして今回面白いなと思ったのがこちら。これ私が座ってる席の後ろなんですがね、これ窓側の席っていうのが存在しないんですよ。だからね、これ窓側のところだけね、不自然に空間が空いてるってそんな感じなんですがね、こういうところがね、不規則にあったんですね。これっていうのはね、窓枠のところと被ってしまう席っていうのはね、これ窓側の席はなくすってことをしてるみたいなんですね。そしてこのサンパー 1K っていうのはね、窓割りと座席の配置っていうのが合ってないためね、不規則にね、こういうところが発生してるみたいです。で、これはね、通路側に座ってる人が伸び伸び過ごせるようにね、ろくに外の景色が見えない座席っていうのはなくしてるみたいなんですがね、これ正直思うのがね、後ろの席のような席ってね、これ窓側の席がないせいでね、さらにその後ろの席に座ってる人から丸見えなんですよ。で、こういうクロスシートってね、相席にならなければちょっとしたプライベート空間になるっていうのがね、まあいたメリットなわけじゃないですか。しかし後ろの席のような席に関してはね、窓側の席がないせいでね、ロングシートほどとは言いませんがね、それでもね、プライベートもクソもないんですよ。だから窓側の席をなくしたのはね、かえって逆効果だったんじゃないかなって気もします。そして列車はまもなく新見駅に到着するんですがね、この辺でね、すごい晴れてきましたね。今回私大阪の方から来たんですがね、確か大阪の方は曇りだったと思いますがね、この辺は晴れ。いや、さすが晴れの国と、そんな感じ。そ
そして鉄道唱歌のオルゴールが鳴りね、まもなく列車はね、新見駅に到着いたします。そしてここでね、鉄道用の土地っていうのも広がるんですね。新見というのはかつて鉄道の拠点として栄えたところ、現在はもう鉄道の拠点と言えるような場所ではないんですがね、しかしね、この広い鉄道の用地がね、当時の名残なんですね。しかし町としては現在も栄えていてね、多分この辺ではね、一番の町なんじゃないかなと思います。新見駅には特急八雲号だけではなくね、寝台特急サンライズ出雲号も停車いたします。そして岡山駅からちょうど1時間ぐらいですね。列車は新見駅に到着。奥にはようこそ新見っていう看板なんかもありました。あとはね、地元の人がね、列車に乗ってる人に向けて建てたものだと思います。そして列車は新見駅を発車したんですがね、この新見駅からはね、実は芸備線って路線が分かれてるんですよ。この芸備線っていうのはね、日本でもトップクラスの赤字ローカル線として有名でね、その赤字具合っていうのはね、一番ひどい区間だとね、100円稼ぐのに 25,416 円必要なんですね。これいかに赤字がやばいかっていうのがね、分かってもらえるかと思います。そんな芸備線なんですがね、芸備線っていうのはね、この先の備中工事駅まではね、博備線と線路を共有しているためね、博備線と全く同じ線路を走っていくこととなります。そして列車は今駅を通過してるんですがね、今通過してる駅、これホームが異常に短くてね、もうホームっていうのは終わってしまいました。今通過した駅っていうのはね、布原駅って駅なんですがね、あんなにホームが短いと博備線の普通列車も入りきらないと思うんですがね、これどういうことかっていうとね、この布原駅はね、芸備線専用の駅なんですよ。だからね、博備線の列車っていうのはね、普通列車であってもね、布原駅は通過するんですね。いやー、これなかなかに面白いですよね。そして列車は備中工事路駅を通過。そして今分かれていった線路っていうのはね、芸備線。ここから先はね、博備線と芸備線はね、それぞれ二手に分かれていきます。そして今向こうに分かれていったのがね、芸備線。で、これは非電化の路線あるあるなんですがね、これ線路が分かれていったことが分かんないんですよね。これ電化されている路線だったらね、架線柱とかがあったりするんでね、ローカル線だとしてもね、線路が分かれていったことが分かるんですがね、非電化の路線、ましてやローカル線となるとね、線路が分かれていったことが分かんないんですよね。そして列車はここで列車同士行き違いのため運転停車。この列車は特急なんでね、普通列車に待たされることがない分ね、運転停止の回数っていうのはかなり少ないんですがね、でもね、相手が特急の場合はね、このように待たされることがあります。いや、そしてすごいな。これ今 Google マップ開いたらね、これね、なんかよくわかんない東京の都心が出たんですよ。これは位置情報をオフにしてるとこういう現象が起きるんですかね。私今オンにしてますからね。そしてこれ現在地のところを押そうと思うんですがね、これ現在地のところを押したらね、これ見えますかね。場所を特定できませんでしたって出たんですよ。私も長年 Google マップ使ってますがね、こんなんが出たのは初めてだ。で、今列車っていうのはね、ちょうど本州のど真ん中の山奥を走ってるんですよ。だからね、これあまりにも山奥すぎてね、私はね、この地球上にはいないってことにされてるみたいです。あ、でもこれ再起動したらね、ちゃんと現在の位置が表示されましたね。現在列車は岡山県と鳥取県の県境付近を走行しています。それにしても博備線に乗ってるとね、さっきのように現在地を特定できないことがちょこちょこあったんでね、皆さんもね、博備線に乗られた際はね、ぜひね、これね、Google マップをね、開いてみてください。もしかしたらね、現在地が特定できないかもしれません。そしてここで鉄道唱歌のオルゴールが鳴って、まもなく列車は庄山駅に到着するんですがね、ここでね、皆さん横を流れる川を見てほしいんですよ。というのはこちら、これわかりますかね。これ川の流れっていうのがね、さっきまではね、この列車がやってきた方、つまり太平洋側に向かって流れていたんですがね、今はね、これ日本海側、だからこの後列車が進んでいく方に向かってね、川が流れてるんですよ。これはさっき予告したことなんですがね、これ川が流れる向きっていうのが変わったんですね。さっきも言いましたがね、これっていうのは本州を横断しないと見られない光景。いや、これなかなかに新鮮な景色ですよね。そして列車は庄山駅に着いたんですがね、これ列車が止まるホームっていうのはね、さっきまでとはね、こう変わりましたよね。これ日本の鉄道っていうのはね、原則進行方向を左側を走ることになってるんでね、さっきまでっていうのはね、行き違いの駅でもね、進行方向を左側の線路に入っていたんですがね、今回はね、これなぜかね、進行方向を右側のホームに入ったんですよ。これこの後にもね、こういう駅っていうのはね、結構見られたんですがね、これなぜなんでしょうね。で、まあそんなことはともかくね、今着いた庄山駅なんですがね、この駅っていうのはね、結構山の中にある駅なんですよ。だからさっきの備中高橋や新見のように町ってわけではね、多分ないんですよね。しかし特急八雲号っていうのは停車。これはなぜなんでしょうね。これなんか山登りする人がね、この駅で乗り降りするってそういうことなんですかね。ちょっとわかんないんですがね、この庄山駅っていうのはね、特急八雲号が停車するんですがね、寝台特急サンライズ出雲号っていうのは通過します。そして
出列車は庄山駅を発車、次の停車駅っていうのは米子です。ちなみに言い忘れてましたかね、列車っていうのはもう岡山県を抜け鳥取県に入っています。そして列車はまたどっかの駅を通過してるんですかね。今 Google マップを見たらね、これかなり日本海側の方に出てきてました。まだ完全に山を抜け切ったわけではないですがね、もうこれかなり抜けてきましたよね。そしてあれからしばらく来たんですがね、列車っていうのは完全に山間部を抜け平野部に入りました。速度っていうのもねかなり上がってきましたよね。そして鉄道唱歌のオルゴールが流れ間もなく列車は米子駅に到着いたします。そして動画では映せなかったんですがね、この辺で JR 山陰本線と合流。そして列車が今から通過する駅は伯耆大山駅で、今まで走ってきた伯備線っていうのはね、この伯耆大山まででね、この伯耆大山から先はね山陰本線となります。そして列車は米子駅に到着。この駅からは境港線という路線が分岐しています。そしてこの米子は古くから鉄道の町として栄えた場所でね、近くにはね、米子機関区という大きな機関区もあります。そして列車は米子駅を発車。そしてこの米子は大きな町ということでね、かなり多くのお客さんが降りていかれました。ただこの駅から乗ってくるお客さんっていうのもまあまあいましたがね。しかし全体の乗車率としてはね、下がったような気がします。そして駅を抜けると向こうには大きな白基地が見えます。あれが米子機関区。現在ではこの辺で走ってる機動車が止まってますがね、これつい数十年前まではね、この辺っていうのは蒸気機関車が走り回ってたみたいでね、それに伴い数十年前まではね、この米子機関区にはね、大量の蒸気機関車が止まっていたみたいです。そして当時っていうのはね、ちょうど蒸気機関車が日本全国から絶滅寸前みたいな時だったんでね、この米子にはね、日本全国から多くの鉄道マニアが集まってきていたみたいです。ただ現在は現在でね、まあこれキハ121系やキハ126系といった新しい機動車もいますがね、その一方でね、キハ47といったね、昔は日本全国で走っていたのにね、現在ではなかなか見られなくなった古い国鉄型機動車っていうのもいるんでね、私世代の鉄道マニアからしたらね、おーってなる場所ではあります。これも多分昔蒸気機関車目的でやってきていた鉄道マニアと同じ気持ちなんでしょうね。そしてすごい、こんなにベラベラ話していたのにね、まだ米子機関区の敷地っていうのはね、抜けていませんよ。まあ、ただね、これより先っていうのはね、もうなんかね、おーってなるようなものが止まってるとかってことはね、ないと思います。そしてあれからしばらく来たんですがね、向こう、見えますかね？あれなんか海のようなものがあるのがわかると思いますかね？あれは中海。あれは湖なんですがね、ただね、海水が混じっているね、いわゆる汽水湖ってやつです。今日は曇っていたんであまり綺麗に見ることはできなかったんですがね、ただね、この辺の区間、山陰本線っていうのはね、中海のすぐ際のところを走るんでね、見ることはできました。そしてさっきまでは曇っていただけだったんですがね、ついに雨まで降ってきましたよ。こう雨が降ってきちゃうとね、車窓が見にくくなってしまうんでね、ちょっと残念ですよね。そして鉄道唱歌のオルゴールが鳴りね、まもなく列車はね、松江に到着いたします。そう、これもう島根県に入ってるんですよね。さっきこれ鳥取県内でね、米子の次にね、安来って駅にも泊まっていたんですがね、ちょっとそこね、トイレに行っていたんでね、撮影できませんでした。いやー、さすが県庁所在地、かなりの街ですよね。列車はね、松江駅に到着。そして列車は松江駅を発車。次の停車駅っていうのは玉造温泉。で、まあこれかなりもう終点の出雲市に近づいてきたんですがね。まあではね、これ乗っていきたいと思います。そして松江を出てしばらく行くとね、またまた海のようなものが見えてきました。あれは宍道湖。宍道湖はすごい有名ですよね。宍道湖もね、汽水湖となっています。で、宍道湖はさっきの中海とは違いね、これ列車の中からもね、結構ちゃんと見ることができます。ただ今日はあいにくの天気だったんでね、あまり綺麗に見ることはできませんでした。これ天気がいいとね、すごい綺麗に見えるみたいですよ。そしてここで鉄道唱歌のオルゴールが鳴りね、まもなく列車はね、玉造温泉に到着いたします。この玉造温泉駅っていうのはね、特急役の方は停止するんですがね、寝台特急サンライズ出雲はね、こう通過するんですね。そして列車は玉造温泉を出るとね、再び宍道湖に沿って走ります。この山陰本線っていうのはね、この先この列車の次の停車駅宍道の辺まではね、こう宍道湖に沿って走るんですよね。お、
これ対抗の八雲号と陸号、これ特急八雲号っていうのはね、1時間に1本走ってるんでね、かなりの頻度ですれ違います。そして列車は新宿駅に到着。そしてこの新宿駅からはね、キスキ線っていうこれまた赤字ローカル線が分岐しています。そして今回すごいことにね、偶然ねこれキスキ線の列車が止まってたんですよ。これキスキ線っていうのもね、いつ廃止されてもおかしくないような赤字ローカル線、そのため本数っていうのがめちゃめちゃ少ないんですよ。だからね、今回のようにばったり出くわすってことはね、あまりないと思います。ただね、これどちらも定期列車なんでね、この八雲9号に乗ればね、新宿駅で出くわすことはできるんですが、そして列車は新宿駅を発車、そして新宿を発車するとね、次の停車駅っていうのはね、終点の出雲市、いやついにですよ。まあではね、ラストスパート乗っていきたいと思います。そしてここでね、対抗の普通列車と離号、そしてここでキスキ線と分岐するんですがね、やっぱ秘伝家のローカル線はね、線路が分かれていくのが分からない。しかも今回に関しては木に隠れていたんでね、突然線路が消えたと、そんな感じでした。多分向こうの方、あ、線路これ見えましたね、あっち、あれ分かりましたかね、あのお家の向こうらへんにね、キスキ線の線路が伸びていくのが見えました。そしてついにですよ、列車は終点の出雲市の一つ手前の駅、直江駅に到着。この駅では運転停止をするみたいですがね、これね、向こう側にすごいのがいたんですよ。というのもこれ、これは観光列車の雨土ですね。あれはキハ47という古い国鉄型機動車を改装して作られた観光列車。雨土は臨時列車だったはずなんでね、これ見れたのはね、なかなかに運が良かったんじゃないですか。しかも私が今乗ってるのは国鉄色のヤクモですからね。雨土に乗ってる人もね、なんだあの懐かしい色の電車はっていうような目でね、こちら側を見てました。そして列車は直江駅を発車、次の駅は終点の出雲市、いや暑いんですよって感じですかね。まあではね、ラスト一駅乗っていきたいと思います。そして間もなく列車は終点の出雲市に到着するんですがね、すごい、ここまで来たらね、ほとんど乗客っていうのはいなくなってました。さっき岡山で乗車した時はもっとお客さんいたんでね、多分皆さん途中の駅で降りていかれたんでしょうね。そして今隣に見える線路はね、一畑電車の線路、これ山陰本線っていうのはね、出雲市の手前でね、一畑電車と並走するんですね。そして隣に見えてきたのはね、一畑電車の電鉄出雲市駅、そして電鉄出雲市駅が見えたらね、列車はね、出雲市駅に到着。いやついにですよ、岡山から3時間ちょい、ついに列車はね、終点の出雲市駅に到着。いやー、そしてついにですよ、列車は終点の出雲市駅に到着。そして私は反対側のホームにやってきました。さっき岡山駅ではね、時間がなくて撮影はできなかったんで、最後になりますが今お見せしようと思うんですがね、いやこれすごいですよね。いやほんとね、昔走ってた特急みたいですよね。しかもこの 381系ってね、確か昔はね、本当に国鉄特急色として走ってたはずですからね、これただ最近の車両に昔の色を塗ったのとはわけが違います。そして前面はこんな感じ、これ前面のドラもね、ほんとこれなかなかにかっこいいですよね。今回は博美線電化40周年およびね、鉄道開業150周年ってことでこの色になったんですがね、いやほんとね、これ JR 西日本ね、この色にしてくれるのはね、神すぎます。そしてちょうど当駅始発岡山駅となる特急八雲号もやってきました。これも同じ 381系ですがね、現在はね、普通はね、この色をしてるんですね。ただ1編成だけね、さっきの国鉄色になったというわけです。私はこの赤い 381系も結構好きですがね、でもやっぱ国鉄色にはかないませんよね。私は国鉄特急色の列車が走り回ってた時代の人ではありませんがね、でもね、やっぱ特急列車といったらね、国鉄特急色って感じがします。そしてここでね、2つの八雲が並ぶところっていうのも見れました。そしてもうそろそろね、ここまで乗ってきた国鉄色の 381系が回送列車として発車するみたいなんでね、発車を見送りたいと思います。では今回はね、
国鉄特急色にリバイバル塗装された 3%1K 特急ヤクモに乗ってくるっていう動画だったんですかね。どうでしたか。まあさっきね、特急といったあの色とは言ったもののね、私が生まれた時にはね、国鉄特急色の特急っていうのはね、まあ色にはいたもののね、数っていうのはもうかなり減らしてたんですよ。だから私からするとね、国鉄特急色の車両っていうのはね、鉄道博物館で見たいね、図鑑で見たいする車両だっていうイメージが強かったんでね、今回実際に線路上を走ってる国鉄特急色の列車に乗るっていうのはね、なかなかに新鮮でした。しかしこれは国鉄特急色に塗られた編成だけではなくね、 3%1K 自体がそうなんですがね、この車両っていうのはね、2024年にね、新しい車両に置き換えられる予定でね、もし 3%1K が引退したらね、多分日本から国鉄特急型車両っていうのは消滅することになるんでね、もし興味を持たれた方はね、ぜひ今のうちにね、塗りに行ってみてください。まあではね、この動画はここまでにしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。ではね、動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。